こんにちは、エウレカです。今回はウタマクロス衣装特別演出コレクション、ミンメイさんの第20回、歌と踊りで無病息災、見てまいりましょう。お正月は、そうだ、これ正月のプレートでしたね。美味しいごちそうをたくさん食べて、歌って踊ってしっかり体を動かしたんなら、今年も1年無病息災、健康間違いなし。プレート見てまいります。はい、星6プレート1枚重なっておりません。残念ながら重なっておりません。竜宮華やぐ銀河の夜、新春を祝うきらびやかな光に包まれる中、ミンメイも華やかな衣装で銀河の夜へと繰り出しちゃうんですね。銀河を丸ごと巻き込んだお祭り騒ぎは、昔話の宴のようにどこまでも続いていく。ほい、こんな感じでございます。これなんか別のプレートでありましたね。その衣装をプレート、3D か衣装かなんか表現が難しいな。はいはい、まあとにかくそういうことですよ。はい、そうしましたら、こちらがレアリティアップ後の画像でございます。サブアカウントの方ですね、タブレットです。ちょっと画面サイズが変わっちゃっておりますが、ご容赦ください。まあ、一応これもね、レアリティアップ前両方見ることができますよ。ちょっと縦長になりますね。はい、あとはこれでね、フルボイスストーリーも見ることができますので、見てまいりましょうか。かなめさん、今日のライブありがとうございました。で、どうかしたんですか？え？あ、すみません。実は、今日ミンメイさんと一緒に歌いながら考えていたんです。アイドルってなんだろう、どういう存在なんだろうって。ミンメイさんはどう思いますか？アイドルか、私はやっぱりみんなに歌を届けることがアイドルだと思います。歌が届いた時すごく嬉しいし、ここにいてよかったって思えるんです。カナメさんやバルキューレのみんなと出会ってから、さらにそう思うようになったんですよ。そうだったら嬉しいです。それにしても、歌を届ける、なんだかミンメイさんらしいですね。ミンミンのライブ衣装っていっつもキャワワーだよね。本当？ありがとう、マキナちゃん。そういえば、ワルキューレのみんなの衣装はマキナちゃんが用意してるんでしょ？うん、みんなにはとびきりキャワワーな衣装を着ててもらいたいからね。マキナちゃんはみんなのことが大好きなのね。うん、世界で一番大好きだよ。もちろん、ミンミンたち、他の時空のみんなもね。それに、みんなの一番キャワワーなところは私が一番知ってると思うんだ。はい、楽屋へ移動してまいりました。リン・ミンメイさん、衣装所持数34分の33。エウレカさんが持っております星6衣装は今回ので最後になってしまいそうですね。フロリーツチャイナ、やった。前回気づいたんですが、ワクワクしてきたわ。そしてね、いいでしょ、
セリフが3段階で変わるということでした。ビューしてきます。ミニスカチャイナですね。はい、足元の方から見てまいりますよ。まあ白いお靴に、うん、はい、ちょっと近すぎるかな、このぐらいで。はい、まあミニスカなんだけど後ろはロングっていうちょっと不思議な作りになっておりまして、この袖の部分がまあなかなか、これはでもなんかちょっと和風っぽいような雰囲気も醸し出しつつ、はい、肩出しですね、肩出てます。そして胸元が割れております。とても16歳のお胸とは思えないぐらい割れております。はい、ちょっと拡大してみますはい、顔が全然映っておりませんけど、うん、細かく描き込まれております。あ、でも久々にこのツイン団子ですね、なんて言うんでしょうか、ツインテールじゃなく、なんかこう、うわ、確かに昔のチャイナっていうイメージですよね、こういうの民面に、それこそね、民面人形もこんな頭してたような気がしますから。さらに三つ編みと、いや可愛らしいお団子に、うん、三つ編みツインテール、いやとってもいいんじゃないんでしょうか。そうしましたら、これで特別演出ですね。あ、戻っちゃった、まあいいや、見てまいりましょう。はい、シミュレーションライブ会場へ移動してまいりました。 Dancing in the Moonlight アナジアバージョン見てまいりましょう。シェリルさんって言いましたね。これ相方によって呼び方変わるんですね。星六衣装。一条光出ます。一時期ね、この星六衣装のボイスに関しても一応ね、編集はいくらかまとめてね、聞けるようにっていうのはやっていたんですけどね。パターンがね、組み合わせが多すぎてちょっと諦めました。なるほど、カットインが入るということですね。あとはどうなんだろう、エフェクト的に変わっている部分は、足元の星はなんかもともとあったような気もしないこともないんですが、これこれこれ、リアルライブでいうとこのトロッコ代わりですか、なんつうか斜めってるじゃないですか。あんなとこでくるくる回ってたらね、普通ひっくり返りますよよほどのバランス感覚あっても、ここで歌って踊るって難しいだろうな。平坦ならまだいいかもしれないですけどね、うーん、と勝手に想像してしまいますでもこのステージ的には、まあ本当いいですよね。単なるステージではなく、まあ、花道があってより観客の方に近くに来てくれるっていうのが、うん、とってもいいステージ、形成だと思います。そしてね、長いんですねこれアナザーバージョンめっちゃ長いです。で、あ、そうそうそう、民明さんのさっきのこの星6プレートレアリティアップ前なんですけど、確かに背景に月が描かれてるんですね。なるほどとさっき見て思いました。なるほど、ダンスインザムーンライトで特別演出出るから、星六プレートの絵に、まあ、月が描かれているんだということですね。でね、こう2人揃ってチャイナって思ったんですけど、チャイナ衣装意外とねないんですね。まあ民明さんはチャイナいっぱいあるんですけど、すごいわ、すごいわ。それ以外持ってるのが、まあ今出ておりましたシェリルさん、あと、ランカちゃんか。でもランカちゃんもね1着しかないんですよ。ニャンニャンチャイナかな。で、あとフレイヤか。意外とそうチャイナ少ない。他のキャラでもね、ハロウィンみたいな感じのタイミングでチャイナ衣装入れてくれてもよかったんじゃないのかなって
なんとなく思いました。はい、いかがでしたでしょうか。このダンスインザムーンライト、まあ導入されたのは結構最近かな、サービス終了の1年半くらい前に追加された、そのぐらいのタイミングだったのかな。背景演出ね、なんだろう、観客のペンライトが一定の動きじゃないんですよね。古い映像だと観客のペンライトが、まあ、ただ上下に動くだけとかそんな感じなんですけど、動きが新しめのね、背景演出だとペンライトの動きもね、若干ランダム性が入ってくるんですよ。まあ、もともとね、花びらが散ったりとかそういうのは、ランダム性があるんですけど、ペンライトの動きも、まあ、なかなかリアルを感じさせてくれる、とてもいいステージだったと思います。はい、そうしましたら今回はここら辺で終了です。民名さんの残念ながらね、もう一着星6衣装を取れておりませんので、まあ、そこを見ることはできませんが、まあとにかくもうサービス終了までやれる限りやるだけですから、またねある程度歌唱席は手に入っておりますので、そこのそれでね撮ることができれば動画としてね作ることできるんですけど、まああまり期待はできないですね。はい、とにかく頑張りますので、今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴どうもありがとうございました。